バイオレーラプロジェクト専属アスレティックトレーナーの東です。今回はまた VGL を使いますが、ハムストリングのストレッチ、太ももの裏ですね、を数種類紹介したいと思います。よし、じゃあまずは立位で、立位でやりたいと思います。じゃあモデルさんに登場してきてもらいます。横向きが分かりやすいかな。そうだね。で、人それぞれによると思うんですけど、硬い人は多分そんなに前に出せないと思います、足を。柔らかい人はいっぱいいっぱい出せると思いますけど、硬い人は最初から無理をせずに軽く出してください。そうですね。で、出してない方の膝は軽く曲げて構わないです。で、自分のつま先を手で押してください。ぐーって20秒ぐらい押したら力を抜いてください。で、いけそうだったらつま先をちょっと前に出しましょう。かかとか、かかとを前に出して同じようにぐーって押さえてください。つま先は自分の方へ引っ張りながら、手は床へ押し付けながら、できる範囲で構わないですよ。彼女みたいにじわーって、彼女結構自分で硬いって言ってるんで、今ここが限界だと思いますけど、20秒ぐらいして力を抜いたら、少しだけかかとを前にして、徐々に徐々にゆっくりと毎日継続しながらやってみてください。あ、ちなみにこの V ゼルをワンプッシュぐらい、太ももですね、もう膝からお尻のあたりまでしっかり塗り込んでストレッチをしてみてください。次が